こんにちは、速稼塾の久保です。モッピーライフ続けてますか？モッピーにアンケートってところがあって、ここがね、1ポイントとか2ポイントとか、あっても10ポイントとか20ポイント程度なんですけども、ここって結構ね、やるのを避けちゃいますよね。で、私がどういうふうにしてるかっていうと、ちょっとね、見ていただきたいんですけども、画面を切り替えてね。はい、これが私のモッピーの画面ですけども、今、42,488 ポイント。これね、毎日増えてるでしょ。アンケートやってるからなんですよ。アンケートは必ずやりますね。ほら、もう全部回答済みですよ、私。さすがにこのね、0ポイントってやつはやらないですね。さすがにここは、すいません、やりません。やるかもしれないけど、そのうち。全部やってるでしょ。だからね、やっぱ目の前の1ポイントっていうか、1円を大切にするっていうか、その1万とか5万っていうのがまだね、及びじゃないって言われてるんだったら、できるやつをやるしかないと思うんですよ。それが、手の内のカードを使うってやつですよね。でちなみにですけども、マイページ見ると、私が取り組んでる案件が見えるんですけどもね、判定値を見てみましょうか。これ100ポイントのやつとか、8500とかね、5000とか、もう並々ならぬのが並んでるでしょ。で、承認されたのがこっちにある。本当はアンケート答えてるからね、細かいポイントのやつばっかりですよ。どうだ？あ、増えましたね、今。いや、42,490 ポイント。ね、こうやってライブ放送してるうちにちょっと増えましたね。さっき答えたアンケートが反映されましたね。どうですか？はばかりながらちょっとここで言いにくいんですけども、私はそこそこお金あるんですよ。でもなんでお金があるかっていうと、こういうところね、1ポイントやってるからなんですよ。常にどんなところにも私はね、ここは自分がこの例えばアンケートだったらね、答えれるなとか、できるなと思ったらやるんですよ。で、これをやらずに、ぼーっとしてても、結局今日は1円にもなりませんでしたって日々が積み重なるだけじゃないですか。で、私のビジネスっていうかね、ビジネスマンとしてのプライドっていうのは、1円も稼げなかった日がないっていうね。絶対に、どんな日でも必ずお金を稼いでるっていうところなんですよね。何をしていても必ず稼ぐ。何をしていなくても稼ぐみたいなね。やることがなかったら、このアンケートで1円取りに行くみたいなね。そんなところでございます。まあ、この今ね、朝8時半なんですけども、この時点でもうすでにね、十数円稼げてる私がいるんですよ。あなたいかがですか？朝8時半に十数円稼げてますか？これがなんか差を作るんじゃないかなと思うんですよ。十数円。まあ、10円としてみましょうか。1日10円。かける364日で、1年364日でしょ？で、10年経ったら、36,500円の差ができるんですよ。で、40年経ったら、私は、146万、あなたよりも稼いでるかもしれない、アンケートだけで。どうだ？みたいな感じですね。はい、終了です。